恩塚監督がしたいバスケを徹底解説。アジアカップ、ワールドカップ予選とインサイダー暁を見て徐々に分かってきた恩塚監督が女子日本代表バスケでしたいことを徹底解説。グレイマイ、どうもポスタムチャンネルのしんすけです。恩塚監督のバスケの理想形が徐々に見えてきました。ヒントは黒子のバスケにありました。アジアカップでインド、ニュージーランド、韓国、オーストラリア、そして決勝の中国、つい先日終わったワールドカップ予選、カナダ、ボスニア・ヘルツゴビナ、計7試合、そしてインサイダー暁を見て恩塚監督がやろうとしていることが見えてきました。今回はそれを皆さんと共有できたらと思います。全くと言っていいほど戦術面には触れない恩塚監督、ほとんどの方が恩塚監督が何をしたいかわからないと思います。そんな戦術が見えない恩塚監督、それはなぜなのか徹底的に解説したいと思います。まずはメンタル面の話が多すぎる。これのせいで戦術面がものすごく分かりづらいですよね。恩塚監督やアシスタントコーチが戦術面で言ってきたことは2つです。たった2つです。世界一のアジリティ、そしてもう一つが最後にアシスタントコーチがインサイダー暁で言っていた、コートの中で一人一人が判断をして状況を見て相手が嫌がることを誰かが選んだ瞬間みんなでアジャストしてという、すごく大変なことけれど、それをみんなが連動してできるようになって高いレベルで遂行できることができれば、その先に金メダルがあると思うから、そのワクワク感がチャレンジ。この経験を得て何を練習したらよいかイメージ共有してやっていきたい。だからチームに帰って課題をクリアしていってほしい。この2つだけなんです。アジアカップからずっと言ってることはこれだけです。これだけを選手に集中してやらせていたんですね。まずよく聞く世界一のアジリティとは何なんでしょうか。これは走るスピード、スプリント、ディフェンスのスライドのスピード、ジャンプの最高到達点へのスピードとか、単純な瞬発力、アジリティのことを指しているんだと思います。これは簡単ですね。肉体的なアジリティということです。しかしここにはもう一つの意味があると僕は思います。それは状況判断の瞬発力のことを言っているんだと思います。バスケの状況判断を簡単に説明します。バスケはコート上に10人のプレイヤーがいます。自分自身を除くと9人のプレイヤーがいます。これが1対9の原則。コート上では常に9人の動きを把握し続ける判断の瞬発力がいるということです。これをするには2つの技術が対応されます。クイックヘッド、ボールを奪った瞬間のトランジションとかファーストブレイク、速攻時によく使います。クイックアイ、一瞬目でコートを舐めてコート上のどこに9人がいるかを確認する動作です。目を端から端に動かすことですね。少し首も動きます。上手いプレイヤーは一瞬一瞬ハーフコートで常にやっています。いいプレイヤーはコート上でこれを常にやって、作戦盤の上にどこに誰かいるかを一瞬でほとんどずれなく書き込めるということができます。そしてさらにそこから先を予測します。肉体的なアジリティと思考のアジリティ、この2つを合わせて世界一のアジリティと言っていると思われます。つまり世界一の動作と思考の瞬発力です。そしてこれを理解すると、最後にアシスタントコーチが言ってたことが分かりやすくなると思います。まず最初の部分ですね。コートの中で一人一人が判断をして状況を見て、これがさっき言ってた思考の瞬発力ですね。相手が嫌がることを誰かが選んだ瞬間みんなでアジャストしてという、すごく大変なこと。これは状況を判断して相手のディフェンスのエラーをつけと言ってるんですね。単純なのはポジションエラーやミスマッチですね。あと裏パスやバックドアです。あとは各選手の得意な形でボールを渡したりすることです。キャッチャーのシュートが得意な選手もいるし、カットがいい選手もいます。ポストアップが上手い選手もいるし、ドリブルからの1対1がやりたい選手もいます。つまり全プレイヤーにポイントガード並みのパススキルやバスケ IQ を身につけろと言っているのと同じです。かなり難しいです。これをやっているのは世界でもアメリカ代表ぐらいですね。だから彼女たちはセットもほぼないですし、ここが勝手に判断してプレーしています。しかし彼女たちはどこからでもここで打開する力を持っていますね。だから日本はもっと早い連携をしろと言っているんですね。これがどれだけ難しいことか。例えるなら糸を針に通すようなことを常にやれと言っているようなもんですね。これができたら最初に言ったコロコのバスケのダイレクトドライブゾーンの完成です。じゃない人はダイレクトドライブゾーンで検索したら出てくるので見てください。そして今の完成度 20% ぐらいですかね。今はスペーシングもできてない状況なので難しいですよね。なぜ3アウト2インなのか。3アウト2インが一番難しくて複雑化できるからです。難しいですよ。中
中に常に2人いますからね、判断が非常に難しい、狭いし、でなおかつ世界一の肉体的なアジリティも目指しているので、めちゃめちゃみんな動きが速いですから、動きが速くなると視野が狭くなりますから、その中で1対9の原則やりながら常に正解を導き出せっていうのはかなり難しいです。スピードが遅かったらそこまで難しくないですよ。アメリカ代表はそこまでスピード出してやってないですよね。だから彼女たちは個々でいつでも打開できる力を持っているので、シュート力もみんな持ってますし、いつでもどこでもどこからでもシュート打てますから、ミスマッチも常にあるような状況ですし、だからできるんですね。セットなしの理由、各々が判断してゲームを作ろうとしているからセットはいらないんですね。そしてもう一つの利点は、この難しいことがチームでできるようになった後にセットオフェンスをしたらめちゃめちゃ簡単にできるようになります。今やろうとしていることに比べたら、セットオフェンスの最中に各々が最適な判断を下すことはめちゃめちゃ簡単です。ファイブアウトをしたがらない理由、なぜファイブアウトをしないのかというと、1対1とセットオフェンスありきのオフェンスだからだと思います。単純なピックアンドロール、ダブルスクリーンやホーン、カットしてスイッチさせてからの1対1からのキックアウトなどにプレーが絞られてしまうからだと思います。恩塚監督が目指しているバスケットはファイブアウトからは生まれづらいということですね。これが恩塚監督のやりたいことだと思います。恩塚監督がやりたいことが分かった人は高評価よろしくお願いします。多分大学でも同じようなことを教えていたんだと思います。しかし代表は共有できる時間が少ない、さらに代表メンバーはセットがうまいです。長所なんですよね。そこが3アウト2インがあそこまで通用しないのは、日本代表はセンターが弱いんです。止まった時や困った時に最終的にポストアップで勝負できないんですね。センターで勝負できないです。詰まってしまいます。だから外から無理やり1対1しようとして、センターも何とかしようとして詰まってしまうんですね。日本はローポストからのセンターの1対1で勝てないんです。3アウト2インはセンターが強くないと機能しないんです。日本の大学では、日本の中ではそこそこ長身の選手がいるのでしょう。毎日同じメンバーで何ヶ月も練習も試合もできるでしょう。しかし代表戦はインスタントチームで、準備期間も少ないし、親善試合も組めない状況です。今はそしてセンターが弱いチームに合う戦術なのかという疑問があります。ホーバス監督のあの美しいバスケを潰してまでやることなのかなと思います。そして超えられるのか。僕が思う恩塚監督の最終形態は、最初に3アウト2インをやって、リズムが悪くなってきたら5アウトに切り替えるとか、アジアカップの決勝でやったように急に相手によって5アウトをするような戦略になるのかなとは思います。しかしボスニアヘルツゴミナ戦を見る限り、5アウトの精度もオリンピックより徐々に下がっていたので、5アウトの精度を落としちゃったらダメなのでね、5アウトのクオリティをどうキープするかっていうのも課題だと思いますね。まだまだ恩塚監督のチーム作りは始まったばかりなので、良くなることを願っています。ある程度セットオフェンスやオフェンスをデザインした方がいいとは思いますけどね。そして恩塚監督のいい部分は、若手がしっかりと育っていることですね。なりたい自分、理想に向かってってよく言ってますよね。この言葉の意味は、日本にある体育会系の悪しき体質のことを言ってるんだと思うんですよね。ホーバス監督が言ってました。先輩相手に1対1もわざととは言わないですけど、そこまで本気でしないと遠慮してるみたいなことを言ってました。それで恩塚監督は、なりたい自分、理想に向かって行けと言ってるんだと思います。先輩やコーチの目など気にせず、若手にやりたいことを、やれることをやれと言ってるんだと思います。恩塚監督のいいところは、若手が生き生きプレーしてるところです。女子バスケ界としてはすごいと思いますよ。Wリーグの富士通と三菱の試合を解説したんですけど、あの時も最後に三菱がシュート打ってた選手が年功序列みたいになってるって解説したんですけどもね、若手がね打てるチャンスもあったのに年功序列みたいにシュートの順番を回していたっていう解説してたんですけどね、まあそういうところをなくそうとしてるんだと思います。あれだけ若手が一気に開花する兆候があるのはすごいです。自分の殻を破るチャンスを与えているということですね。それで新しいプレー技術を試合中に見せることができています。あのいつまでも変わらなかったオコエ選手でも新たなことに挑戦してるし、山本選手の積極性も出てたし、宮崎選手もフローター打ってたし、今回はパスするときに飛ぶ悪い癖も1回ぐらいしか見なかったと思います。ステファニー選手も頑張ってるし、彼女はまだまだスペーシングが下手なので、そこが治れば恩塚監督のやろうとしているバスケができるかもしれないです。スペーシングが下手なので、トランジションからの速攻も下手なんですよね。この弱点が治るかが重要です。日本の未来がかかってます。恩塚監督がやりたいことが分かった人は高評価よろしくお願いします。女子日本代表バスケが大好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、気になる方はチャンネル
ル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いします。また私たちポッサムチャンネル、 Twitter、Instagram、ホームページもやっていますので、よかったら概要欄からフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。